水助デスポーンしちゃいますよ。後ろ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 になんかいる。後ろ後ろからなんか来てる。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 あーめっちゃいる。めっちゃねブレイズいて、ブレイズはねゾンビピックマンを撃っちゃうところがちょっとめんどくさい子たちなんですよ。なんかゾンビピックマン撃っちゃったさ、ゾンビピックマン八つ当たりして私たちに攻撃していくんだよね。マジでああやってね外した時にあの弓が当たっちゃうっていうやつもやダメです。結構ねだからできるだけ弓は外さないようにしないといけないんだけど、後ろにねゾンビピックマン、あれあー全部ウィザースケートの、なんかねウィザースケさんのあの脇効率やっぱ前よりいい感じですね。まああのなんだっけ、逆にねウィザースケさんの脇効率邪魔しちゃってないかって不安だったんだけど大丈夫そうですね。ここはおおおお、まだ上がれなかった。変なあのゾンビピクマンさんとか撃たないでね、ブレイズさん。マジで撃ったらやばいよ。撃ったらねあの1分間ぐらい私を攻撃しに来るのよ皆様ね、あなたたちが。ああいうの危険ですよ。フューフューしてね、上からも来ましたね。とりあえずね1分間ぐらいゾンビピクマンたちが行かれくってね、あの何でもかんでも攻撃するようになっちゃうから、 その時が一番危険ですね。とりあえずそこにねちょっと危険なビリビリ言ってるようなのがいるね。向こうの方にもいっぱいいるし、マジでなんか湧き潰ししづらいですね。なんかめっちゃしづらいです湧き潰し。無視しよう、ここはね。ああ、そっち外したね今。あやってね外した時にやばいんだよ。あやばいやばい、なんかやばい。ブレイズの炎って前より痛くなったんじゃないの。いや炎熱いの当たり前ですよ。あ、そやブレイズロットね、せっかくブレイズと戦ってんだからブレイズロット一応回収しとかないと。商品だから、あーそのね柵越しにブレイズさんは撃つっぽいね。マジであいてあいて、柵越しに攻撃できないね。知らなかった。ドロップ増だから増加だから、でもガスと涙ね。あー危ない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 、今ゾンビビッグマンが撃たれそうになってた。あなんかカラカラ、あー来たね、えなこ。そこの影にもなんかいるね、一匹嫌な子が。はいはい、飛び始めちゃった。なんか戦ってばっかりです、全然進んでないですね、湧き潰し。あ、すいませんね、湧き潰しします。あんなね、凶暴なあの金色の人たちは無視しよう。いや、凶暴な人たちですね、ほんと。まずはね、あの私が湧き潰しすることでね、なんか凶暴化するんじゃない、またまあ、ゾンビピクもいないだけでだいぶマシだけど。あちょ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 、やばいやばい、ゾンビピクマンが近くにいる。ゾンビピクマンにね流れ弾が当たると悲惨なことになるから、やばいやばいです、マジで。向きによってはやばいからちょっと離れましょう。まあいっか、ゾンビピクマンちょっと離れましたね。やっぱ片付けなきゃダメだ、ちょっとめんどくさいけどね。ミスると放物線描いてゾンビピクマンに多分当たりそうだ今の。めっちゃ危なかったね今。ゾンビピクマンにまたちゃんとバージョンアップしてるからね。おう、あっちやつやばいわ。上にね、上のいるよ、あの嫌な人たち。人たちじゃない、嫌な人がいるから邪魔だよね。あいつ実にね邪魔なゾンビピクマンさんがいました。ああ商品燃えた。無視するって言って結局戦ってんじゃないですか。あ、本当だね。湧いてる？水助。異常にないね。ちょっとね、あの金色の人たちは無視して。まあ、とりあえずね、アフブロックもあった。
これで湧き潰しちゃおう。ちょっとね、めんどくさいんで体感のポーションもう飲んでっちゃおう。で、もう一個の追加の体感のポーション持って、マグマクリーム大量にゲットしたからね、君たちの攻撃なんて余裕ですよ。はい、あ、ただのスケさんとスケさんがいる。ただのスケさんとウィザスケさんがいる。てかただのスケさんいっぱいいるし、やばいよ。あのただのスケさんがね、結構きついんだよね。あ、ウィザスケとただのスケさんが戦ってる。なんかきついね。なんかね、ウィザスケデスポーンしちゃいますよ。火の玉攻撃はね、もう余裕余裕。後ろ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 になんかいる。後ろ後ろからなんか来てる。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 いや、殺されるとこだったよマジで。いや、殺されてたね今。正直に殺されてた今。で、向こうのね、あのスケルトン軍団はどうなった？あ、まだいました。あ、めっちゃ来た。あ、痛い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 。早い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 です。頭ゲットならずですね。一応この剣ね、泥増加すぎだから。あ、そうだ、あのただのすけさんがね、なんか 1.9 だね。 1.9 からちょっと変わった動きをするようになってさ、戦うの難しくなったんだよ。もしかしたらウィザスケより凶暴になったんじゃないかな。まあそんなとこですね。ちょっと湧き潰し やめます。まあこんぐらいでね、結構効率は十分ってことが分かったのでね、もういいです。うわわ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 、死んでまう。これ死んでまう。死んでまう死んで、あの、そろそろ終わりますね。死んでまう。わわわわわわわって言ってましたね、なんか。まあとりあえず、あのね、この超なんか戦うの難しいやつはちょっとやばいわ。もういいでしょうかね。はいはい、今回はこんな感じで終わりですね。まあ最後までご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ダスビダニャー。